それはちょっとできなかったんですけど、林外相が何、こんなことやらかしたの？ 8 番、S さんの、ツイッターですね。これは燃えるアジアニュースさんですね。林外相は16日の記者会見で、欧米の駐日大使らが性的少数者問題で出した日本向けのビデオメッセージに関し、内政干渉だろうというふうに言われている、この非難する声に上がっていることを聞かれると、正面からの回答を避けた、メッセージが発信されたことは承知しているが、その一つ一つにコメントすることは差し控えと述べるにとどめた。メッセージはアメリカ駐日、米大使が12日発表、米国、カナダ、欧州10カ国などの大使や公使らが、LGBT を含む性的少数者への差別に反対する法整備などを促している、林は政府として状況を見守りたいと指摘し、理解を求めたということなんですが、吉崎、いかがですか。税金改正の一言はですね、この人の給料も私が払っている税金からもですね、1円か3円か払ってると思うんで、その分私に返す。日本の外務大臣っていうのは概して無能なんですけれども、例えば、慰安婦強制連行されましたとかですね、あるいは、徴用工、拷問を受けましたとかですね、いろんなことを言ってくるときに、それを、一つ一つの、そういうことについてコメントするのは避けますという、この体のいい言い訳をしてきて、日本の外務大臣はこれまで何の発信もしないことを正当化してきたというね、本当にこういう連中なんですよ。林という方もそういう連中の一人なんですね。仕事をする気がない、仕事をしたくない、それで仕事をしないことが立派な大臣だと思っているようなので、税金を返してくれ、以上です。ありがとうございます。さあ、さっきのちょっと LGBT に多少ちょっと関わることなんですけど、9番いきましょうか。自民党の行方ということで、トータルニュースワールドさんですね。毎年ですね、党員獲得というのは、120万人目標ということで、私もやってるんですけど、国会議員の場合は、最低1000人というようなことですけど、党員獲得ベスト10。数字は実は僕はこっそり知ってるんですけど、これ外は絶対出しちゃいけないっていうことで言われてるんで、トップが青山繁晴参議院議員、そして、3位が高市早苗大臣、ネットにおいては1、3の党員の意見を、もうちょっとこれ、今回の LGBT のことで無視してるんじゃないのというような指摘ですね。やっぱりね、党員の意見っていうのは相当これ、反映されなきゃいけないわけでありますね。2位は、堀内衆議院議員。堀内詔子衆議院議員で。この方は、皆さんご存知の富士急行の、御曹司の方と、ご結婚をされて、実際、堀内、元五輪担当大臣もですね、今言っていいと思うんですけど、実は皇后陛下の、お妃候補、だから天皇陛下のね、候補に上がられたようなもうとにかく、世が世なら、もうとにかくやんごとなき方なんですけど、この方がいつも2位で、で4位は森山裕選対委員長、5位は二階俊博元幹事長、以下、茂木敏充幹事長、武田良太元総務大臣、細野豪志元環境大臣、そして小野田公防衛政務官、木内稔衆議院議員の順じゃったと。ただ、この中で相当ですね、やっぱり LGBT 法案に反対慎重の、議員のところで、多くの党員が獲得されていると。これはやっぱりね、自民党の一番の屋台骨である党員の数をちょっと無視するのはいかがなものかなということなんですが、吉田議員は党籍をお持ちではなくても、こういったことはやっぱり、理解していただけますよね。
私は、まあ、自民党席なくて、まあ、その自民党にお金も払ったことがないので、まあ、人様の政党のことはあまり思っていません。ただ、まあ反対派の方はともかくですね、賛成派の議員の、ところで党員になっていらっしゃる方は、もう少なくとも、党員辞めていただいて、その反対派の方のところで入り直すとかですね、知り合いの方にもそういうふうに働きかけるっていうことをされたらいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。今ちょっとチャット欄見てたらね、長尾さんごめんなさい、夫婦で党員ですがやめますってやめないでください。やめて一番得をするのは、まあ、僕らとは全く違う考え方を持ってる人たちが一番喜んじゃう話ですしね。やはりそういう資格、まあ、どちらからご加入いただいてるか、まあ、私からなのか他からなのか分かりませんけども、まあ、大体まだLGBT 法案も成立しておりませんので、まあ、最後まで諦めずに頑張っていただきたいなと、一緒に頑張っていただきたいなと。11番いきましょう。これもまた多様性化ということで、まあちょっとこれね、本当地上波では不自然な報道がされてますね。ジャニーズ性加害問題に厳しい表情も、コメンテーターには見解求めずと。偶然私これを昨日ですね、昨日か、うん、沖縄で見てたんですよ、朝。で、ジャニーズの今の社長がですね、神妙な顔で謝罪をされて、おられました。まあ、何分間に1回ぐらいして結構頭を下げてらっしゃるという、そういう印象を受けたんですが、まあ、これが、まあ、ワイドショー、朝の番組に取り上げられていたけれども、どうもですね、もう、こういう問題については徹底的に水でね、ガンガン発言されるであろう、橋本徹さんや、まあ、また大学教授だったかな、古市憲久さんに全くコメントを得ることなく、まあ、この創業者のジャニー喜多川氏による性加害問題について次の番組に、まあ、次のセッションにもう移ってしまったと。これまるでなんかこうね、謝罪会見についてなんでこれだけコメントをさせないのかと、まあ、多分それはジャニーズだからなんていうことなんでしょうけども、ちょっと不自然極まりないような気がします。 LGBT 法案、うん、等々がこれだけクローズアップされてる中でね、なんかこうコメンテーターへのスルーというのはおかしいと思うんですけども、吉崎いかがですか。いや本当おっしゃる通りですよ。テレビというのが本当に全然社会の僕宅でも何でもなくって、まあ、そういうふうに電波芸人、電波芸者の集まりだっていうことですよね。テレビ局も腐ってるし、まあ、その腐ったその、シナリオの中でね、おとなしく、やっている方々が、コメンテーターなんですね、という、まあ、言うことがよくわかる。まあ、テレビに真実はないっていう。で、そしてしかも社会を正すっていう力も、まあ、まあ、ある部分ではね、彼らが叩きたいところについてあるけど、彼らが隠したいことについてはやっぱりチェック機能が働かないっていうことですよね。社会にどんな問題であっても。まあそういうことですよね、うん、まあやっぱり多様性を装った性犯罪をスルーしちゃいけませんよね。まあ正直テレビも新聞も、うん、テレビも新聞もこれをやらないっていうことが日本の例のクロスオーナーシップ、諸外国で禁止されているテレビ局と新聞が同じ資本がやっているっていう弊害がここにもあるんですね。アメリカなどではそのテレビと新聞が対立関係、競合関係にあるので、テレビにとって都合悪いことでも新聞はぶったたくわけですよ。で逆に新聞にとって都合悪いことでもテレビはぶったたくんですね。それすら起きない。だから日本の本当にメディア、その、まあ、メディアっていうかそのマスコミというのは腐ってる、前提として腐った土俵の上で踊っているということを改めて指摘したいと思います。そうですね。
村西徹監督っておられるじゃないですか、全裸監督の、もうナイスですっていうね、黒木香織さんとか見出した、あの方が結構、ジャーニー北川さんの、まあ、こういったその性犯罪等々について、一時ずいぶん警鐘を鳴らしておられましたよね。まあ、実際裁判もね、負けていますしね、まあ、なぜジャニーズのこういった性的犯罪だけが、クローズアップされないのか、まあ、いろんなことを考えられるわけでありますね。まあ、ちょっと次の話題に行きましょうか。ひまさら赤野さんのツイッター、吉田銀行理事長12番、はい、リツイートされていらっしゃるんで、ちょっと解説とコメントいただけますか。はい、もう今の LGBT 問題が、こうまあ、一番こう大きなもう日本全体の問題になっている中でですね、この、ペンライトジャニーズに対してですね、まあ、いろいろその あちこちいろんなことを言っている団体なんですが、このひまそらさんのツイートをまた連追をご覧いただくと分かるんですけど、このペンライトの、バックボーンもですね、まあ、本当に、うん、とんでもないずらーっといつもの方々が並んでいてですね、でその、要求を見ると社外取締役を私たちの中から受け入れろとかですね、今そういうことを、まあ、ひまそらさんは見つけてですね、マジモンの利権ヤクザに見えたと、要するに LGBT 問題でその、まあ、要求をしている活動家や活動家の、組織、株式会社とか、うん、まあ、啓発ビジネスをやるみたいな人たちは、まあ、ひまそらさんのように、まあ、まあ、なんだろうな、正直に物事をペロッと言える方から見るとマジモンの利権ヤクザに見えるということで私もリツイートいたしました。マジモンの利権ヤクザね。まあ、また新しい話題が出るかもしれませんね。どうですか。この法律通ってですね、うん、でまあ、うん、残念ながらその、まあ稲田朋美さんや、新藤さんや、それからもう一人だっけ、LGBT 理解増進会っていうね、会も、含めて、これ、今回紹介されてませんけども、元の豊島区議で、日本改革党の靴沢さんっていうね、元豊島区議さんが、非常に分かりやすい、はい、これがどういうふうに公金徴収システムに変わって、展開していいかっていう解説ツイートがあるんで、いつかそれ紹介できたらと思うんですけど、まあ、国が、補助金出して、で、国が半分で、都が4分の1、自治体、区市町村が4分の1出してですね、で、なんかやろうと思うけれども、でも何やっていいかよくわからないから、例の人たちの作っている、NPO だの、一般社団法人だの、会社だの、なんだのにですね、その予算を丸投げして、その人たちが、まあ、自分たちの好きなようにバンバン使っていくっていう、それのために我々の税金使われますよってですね、まあ、そういうシステムについて、まあ、ご紹介いただいたんですが、これからそれが、男女共同参画とかアイヌとか童話とかいろんな問題についてのね、啓発事業と同じように、はい、また、使われていく、それに触手を伸ばしている、議員が与野党ともにいらっしゃるんだなという状況ですね。はい、質問をいただきました黒田圭吾さん、メンバー2年ありがとうございます。質問です。古谷議員が先ほどブログで、LGBT 法案の内容は多くの皆さんから指摘いただいた懸念を払拭しており、かつこの法案はむしろ自治体による行き過ぎた条例を制限する抑止力が働くこと等を強調したいと書かれています。まあ、黒田さんは僕は逆に行き過ぎた条例が加速すると思いますが、お二人の意見を伺いたいですと。吉田議員いかがですか。もちろん加速します。まあ、まあ、古谷さんという方は、はい、まあ、自分に非常に自信のある方なんですけれども、西田昌司さんがね、また2回目 まあ、なんだろうな、裏切り行為みたいな感じで、ヘイトスピーチ解消法っていう、うん、あれも理念法だから問題ありませんって言ってですね、その後もう川崎市だどこだってどんどん罰則付きの、まあ、彼らが大喜びをするですね、
まあ、魔女狩りを進めるような条例がバンバン作られていく根拠法になっていったんですね。それと同じことが今回も起きるんで、まあ、今回その古谷さんがなぜこんなことをおっしゃっているのか、まあ、今言っていることを将来みんな忘れると思っているのか、本当に分かってないのか分かりませんが、これが抑止になるわけがありません。でしかし私はまあ今条文見てないんでね、自治体 の、 そのいろんな条例の制定権を制限するような条文がもし入っているんだとしたら、それが本当にそういう条文が通るのかどうか、それは見てみたいですけど、多分そんな条文入ってないと思いますよ。はい、その通りです。制限をする条文は一切入ってないです。理解を増進しましょうということが目的ですから。だからもし古谷先生がですね、この行き過ぎた条例を制限する、まあ、この抑止力が働くということであれば、そういう条文を入れなきゃいけないんですよね。だけども条文が入ればですね、これ理解増進になりませんのでね、まあ、ここはちょっと矛盾をしてるんじゃないかなと思います。私も同じ考えです。新さんメンバー6ヶ月さんからご質問をいただきました。質問です。衆議院解散時期はいつ頃になりそうですか。 LGBT 法案成立前に賛成反対で選挙を戦うのが真っ当な選挙理由だと思います。まあこれは分かりませんけれども、まあ、肌感覚からすると内閣支持率と政党支持率、自民党ですね、足して 70% を超えている世論調査もありますし、 G7 サミットが19日から始まって21日終わったぐらい、まあ、国会は6月21日ですんで、まあ、LGBT 法案についてはさっき一般公開ライブでお話をしましたように、成立させちゃうと選挙に都合が悪いからっていうことはもう大体皆さんそこはかとなく分かってきているので、私は吊るしを下ろさずに吊るしたまま時間を過ごすという手法を取るんじゃないかな。またなぜならば G7 の前に提出することがもう最終目的になってるんで、提出さえしちゃえば、まあ、目的は達成ということになる。そうするとその後にですね、いい材料ないんですよね。まあ、大体衆議院解散総選挙っていうのは自民党が勝利することを前提でやはりやりますので、まあ、多分皆さんがよくおっしゃっておられるように、まあ、6月の下旬ぐらいに、まあ、解散総選挙がいつあってもおかしくないなという状況にはあるんじゃないかなと思います。僕、まあ、1分ですが、どうぞ。はい、僕はちょっと申し訳ない、そこは僕岸田総理の、認識は僕違うと思いますね。G7 までに法案を提出するだけで満足してないと思うんですよ。一気呵成に法律に通したいと思って、岸田さんは通したとして、成果として、G7 の人たちになでなでしてもらいたいと思っていると僕は思いますが。まあ、ここは、意見がちょっと違うと思います。まあ、ここで議論する気は、ないので、まあ、どの道もう間に合わないんで、成立はもう間に合わないし、一旦出した後、まあ、とにかく吊るしをとにかく下ろさせないようにしていきたいなというふうに思います。はい、23時となりました。ちょっと質問全部ピックアップできなかったことをお詫び申し上げます。はい、それでは本日も発見ツイッター探偵団メンバーシップ以上とさせていただきます。吉田議員どうもありがとうございました。今日もありがとうございます。団長ありがとうございました。大の皆様いつもありがとうございます。おやすみなさい。失礼します。